とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、デイリークエスト、素晴らしいの来た。ここ、すごいよ。プレイヤーの所持品は、花火の矢のみ、ですね。で、さらに HP30% 増量。まあ、敵がね、クリーパーに置き換わるってやつなんだけども、まあ、所持品が花火のみだよ。これは無敵でしょう。うん、ボーストリングしていけば、多分無敵だと思うんだけどね。まあ、とりあえず、行ってみましょう。いや、ボーストリング花火だったらば、もう負けることはまずないよ。まずない。やってみようか。ちょっと待ってね。アーティファクト何しようか。まあ、とりあえず、羽だよね。で、2つ別いらないんだろうな。残りはいらないでしょ。まあダッシュできるようにこういう形で行ってみるか。あ、まあよくこれは無敵だ。これはひどいよ。これはひどい。ああ、これはひどすぎる。あ、ダッシュがあんまり意味ないね。ダッシュが意味ないから、もう別に何も入れんでいいや。これはひどい。もう無敵だもん。うん。無敵無敵。これはもう歩く災害ですよ。主人公が。これはね、死ぬ方がおかしい。まあ、矢がなくなればね、死ぬと思うんだけど、なくならないっすもん。これはひどい。3方向に花火を3つずつ撒き散らしながら行くんで、死ぬはずがない。うん。いくらこの、おはははは。うん。おお。でもちょっと HP 減ったよ。HP 減った。おお、来た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 。ソウルダンサー。珍しい。ソウルダンサー出たか。でも、ここは、あ、倒してからね。全部出てくるのあれでしょ？クリーパーなんでしょ？余裕余裕。これ、向こう側行っても別に、アイテムなんもないよね。お金がいっぱいあるだけで。ああ、そうだね。はいはい。いや、ここさ、めちゃくちゃ楽勝だから、出てくる装備品？もうちょっとね、もうちょっとレアなやつだったら嬉しかったなぁ。あー、結構平凡なやつがいっぱい出る感じなんで、ちょっとそこがね、違ったらば、よかったんだよね。まあ、仕方ない。とりあえずクリアして、報酬が、近接武器なので、そこでちょっとレアを狙えればいいですかね。どっちに行けばいいのこれ。あ、こう回るんだ。いや、楽勝。ここは楽勝。お、弓。いらないね。ロング棒、ここ出たっけ？ロング棒が出るならば、守護者が、レベル高いやつ出てくれればいいんだけども、確か、ショート棒しかここ出なかったんだよね。いやー、こんだけ楽勝で、全敵をね、倒しながらいけるところはほんと珍しいので、これはね、アイテムがめちゃくちゃいいやつであってほしかったな。そしたらもうめちゃくちゃ周回するんだけどね。どうもね、いいアイテムはなさそうなので、周回はしないね。まあ、クリア報酬だけ。ちょっと行きましょう。これ、エンダーマンもこれ、出てきた瞬間やるんで、これは余裕。おっと、ダイヤモンドの剣。珍しい。こんなに、ユニークが出るの、珍しいね。ここまでポンポン出るのは、久しぶり。うん。すごい久しぶりだ。最近ね、ユニークの出が本当悪かったんで、今回はいい。
いや、ここ楽勝。ボスもいないでしょ、確か。いた？いや、いないよね、ここは。楽勝すぎる。まあまあ、極力、アイテムをいっぱい落としてくれ。うん、それだと嬉しい。ただ、花火だからね、視界は悪くなるけども、まあ、視界に入った敵、全部もう、全滅させていくんで、余裕です。いやー、終わった。終わった。楽勝なステージですね。もうほぼほぼ無敵です。アイテムは何もないね。はい。まあ、クリア報酬見てみましょう。近接のユニークが多分出ると思うんで。そうね。レイピアのユニークが欲しい。ビースティンガーか、破片か。破片か、ビースティ。どっちか出てください。他のいらないよ。他のいらないからね。フロストサイズ全然いらない。全然いらない。はい。ということで、今日はデイリークエストやりました。無敵だね。無敵。ボーストリングで花火の矢が出るんなら、そりゃもうボーナスステージでしかないもん。いい装備が出てくれれば周回したんですけどね。あそこになったっていうのがちょっと悔やまれるところです。はい。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや！